はいどうもピューキングです。今日もトロールコースト一発マリオやべ、いつもの癖が出てしまった。ちょっとやり直すわ。はいどうもピョキングです。今日はいろんなコースやっていきますか。まあ僕の動画を見てる方はご存知の通り、いつも一発マリオとトロールコースをやっているんですけど、今日はいろんなコースをやっていきたいと思いますと思ったんだけど、まず初めにこのコースさせてくんないかな。ブルーケーブスピードランかっこ30秒トロールって書いてるんだけど、このコースはね、スピードランとトロールコースが掛け合わさったようなコースなんですよ。しかも僕が好きなトロール制作者テルルさんが制作したものなんで、きっと神コースで間違いないと思います。50コインを1枚取ってからゴールか。なんかゴール条件があると思ったんだよな。ちょっと集中していくよ、スピードランだからさ。開幕つらーなせっきりスピードランだからバネが出てくると思ってました。じゃあここは右に行って、あー右に行ったらいけないのね。あー左のドカン、さすがテルルさん、面白い罠を仕掛けてきてくれるね。ここは左、あれオンオフ変わんないね。あーこの場所に行ったらオンオフが変わるのか。そしてこっちの土管にあるスピードランだから、ここから本番っていう貸し会バーネバーネ、そしてこのタイルを取っていく。そしてこのまま右に進めないね。もうやめたよ、このカエルのところだけ。そしたらここはバネに乗って、うーんどっち、うーん右と左があるな。左入ってみるか、こっちが正解なんでしょ。そういやテルルさんって僕の動画を結構見てくれてるみたいだから、もしかしたらコメント欄のどっかにいるかもしれない。だがテルルさんよ、こんなトロールコースで僕がわーわーギャーギャーと騒ぐと思ってるのか。ここで投げる、このくらいで僕がどうこうすると思っているのか。あの神の甲羅はいらないっていう感じだろ。そしてここでキノコを取れないね。残りは調査かな。このくらいヘでもないぜ。そうだろうマリー、ここはメットを持ってパックに当てれば鍵は手に入るっていう感じでしょう。次は右左どっちだ。とりあえず右を出発してみるか。ここでじゃあなかなかやりますわねテルルさんは。だが私のウルトラスーパージャンプに勝てるかしら。さあひざまずくがいいですわ。ウルトラスーパージャンプ届きませんですわ。早く行かないとヨシコ殿のデートに遅れちゃう。この前も30分ぐらい遅れてヨシコに怒られたもんね。でもその前に ATM にだけは行かなくっちゃ。50円下ろさなくっちゃ。デート代が足んない。 ATM は ATM が見えた。唇植物、もうこれでゴールできるんじゃない。すいません、変な小芝居ばっかり付き合わせちゃ。最後の最後にやってくれるじゃねえか制作者さんよ。その制作力に僕は敬意を持って軽蔑の眼差しで見てやるぜ。いやーやっぱすごいねテルルさんの作るコースは。どうもありがとうございました。いやー今のコースで普通のコース3個分は疲れたね。ということで次のコース 6YMM チーズブロックシャハラということで、このコースやっていきたいと思います。クリア率は 1.39%。 そういやね、いつからか絶叫するようになったんだけど、僕その後からかな、カラオケ行くじゃん、めっちゃ高いキーが出るようになったんだよね。やっぱ関係あんのかな絶叫って。なんで高いキーが出ない方はね、もしかしたら絶叫ばっかりすれば高いキー出せるかもしれない。ていうかこれどうすりゃいいの。そういやまだみんなの画面に出てないと思うんだけど、バッテリーが少なくなっていますって、左上にもう 4,5 回ぐらい出てるんだね。あここ左叩けばいいのか。そして砲台を移動して上に行けと。そしてあの神の甲羅乗ればいいのかな。いや違うんだって、バッテリーが切れたらどうなるんだったっけ。確か強制的にスタートみたいな感じになるんだったっけ、コントローラーをつなげてくださいみたいな。そうなった時ってさ、別にこのまままた再開できるよね。ここは10コインまで取っておこうか。僕は10コインまで取れる男だよ。さあペラペラ早く復活してペラペラ。よし危ねえ。さあ第3弾ペラペラの4ペラ、そしてこの5ペラに乗って、ここのリフト乗って右に行けと。なんか面白そうだな、これ何が起きるんだ。上のオンオンをすればいいっていうことか。オンオフをしてどうなる。誰すんのマネー。このコースあれだね、トロールコースだね。じゃあオンオフをした瞬間左のリフトの方に乗っておけっていう感じか。そしてこのペラペラ生き返る、頼む生き返って。ガーリックちゃん分かったわ、これ一番左のペラペラに乗る方がいいね。そしたら多分生き返るでしょ、このペラペラ。いいね、気持ちいい、綺麗だね。なんかこんなに綺麗なペラペラ初めて見た。ここはオンオフが変わってくれるんだろう。あれなんか動かないよ。あバッテリーが切れました。ちょっと待って、ね、充電してくる。今ケーブル挿したんだけど、これで使えるかな。あー使えたね。
それじゃあこっから再開したいと思います。どの辺だったっけ。あ、ここで中間ポイントからだね。なんかこの頃の効きが悪くなってる気がする。今からやられたら充電のせいだね。あれ、マジでダッシュができない。いや、今マジでダッシュができなかったんだよね。できる今度。あー、できるね。じゃあこのまま右に行こうか。何が起きた今。どうやって進めばいいんだいここは。あ、このペラペラ叩けみたいな。そしたらボム兵が爆発しないっていう感じだね。なるほど、面白いねこのコース。そしてこれはコーラ投げていいのかな。よしこ迎えに来たよ。今日は寝かさないよよしこ。さよならよしこ。ここはペラペラを叩いて、このペラペラをまた叩くと、いやこれはまた下のペラペラどうにかしなきゃいけないんじゃないの。あ、このペラに乗っていけと。面白すぎる。ラッキーはここで落ちてしまったけれど、ここでも落ちてゆく。ここから本気を出してくよ。みんな僕の本気を見て、キノコ手に入れてくよ。ブロックも壊してく。上のブロックを壊してく。下のブロックも壊してく。ここは下のブロックを壊す。そうしたら僕は地獄行き。実はまだ歌2番3番ってあるんですけど、この辺でそろそろくどいって思われそう。そしてここで、あ、ここで壊せばいいのか。そしたらあのハテナブロックが鍵。あ、やっぱりね。そしてこの先に進めると、そろそろ次の中間があるんじゃない。いや面白いね。本当にめちゃめちゃ楽しいよこのコース。ちょっと難しいけどね。そして次はレッド。あ、ツタに捕まっておけばいいのか。このペラペラの無くなるタイミングがマジで神タイミングだよね。そして次はどこ。いや、わかんないよ。え、さっき逃げ道あったっけ。こっからがまだ分かってないんだけど、こっから、あ、右のこの陸地に追っておけばいいのか。そして氷ブロックを溶かしたら先に進めると、サーバーブロックどけるな。一緒エンジン集めたいマリーだね。じゃあここはこのドクロリフトに乗っていけばいいのかな。でもこれ落ちるよね。こっからジャンプしていくみたいだ。うわ、マジでギリギリ。ここはどうする。いや、わかんない。もう適当に行ってみるか。頼む、ジャラップ生き返ってる。よし。あのさ、真面目なこと言っていいかな。楽しい。楽しすぎるぜ。普通のマリオをやってるって気がするね。いつもみたいに理不尽なやり方しないからさ、もうこんな歌ってしまうしかないよね。でねねねね、はい、ここから僕はどうすればいいの。なんか水を刺さない。あ、ここ右に行けっていう感じで、いや絶対これでゴールだよ、見てて。やった。変なやられ方しないだろうな。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、マックストーク間違い探し5ということで、僕ですね、いろんなコースやるとき、だいたい爆速間違い探しが高確率で入ってるような気がするんだけど、まあここまで来たら恒例になりそうだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 3.08%。 ぜひですね、皆さんも一緒にやってみてください。まあ、これね、結構難しいのよ。そして今ね、画面逆光がすごくてめちゃめちゃ見にくいんだけど、この状態でやっていきたいと思います。ここは真ん中、花ちゃんが違うな。そしてここは、まあ、左から2番目か。この音符が違う。そして真ん中のチョロプーだね、羽が生えてない。ここは一番右、一人だけボム兵だ。そしてここは、左だね。なんか背景が違うよ。そしてここも背景が違う。うっそぴょーん。ごめん、今のうざかったかもしれん。ここは、あ、左から2番目か。1つだけ左下だね。ここは一番右、後ろにツタが生えてます。ここは右から2番目、1人だけクリボーだぞ。そしてここは真ん中、ここも背景が違う。地下ブロックがないのか。一番左、ハテナブロックじゃないね。もう息ができないよこれ。一番右も適当に行ってみたらダメ。やべえ、さっきどの辺だったっけ。このブロックの場所だったっけ。この次か。この次は真ん中だよ。この次は真ん中だっていうことが分かった。このヒールの裏一つだけ濃いんだね。そして次は、いや、これは一番左、いや一番左から2番目か。さあこれで中間ポイントゲットだね。いや、これは楽勝すぎでしょ。うわ、今度5択、いや5択は初じゃない。次は、あ、これ左、いや違う、このパーン。最近実況が雑になってきてないか。まあもともと丁寧な方じゃないんだけど、でももうちょっとちゃんとしような。じゃあここは右から2番目、1つだけ背景がなかったね。そしてここは一番左、背景が違います。そして真ん中、ここは1つだけ氷ブロックじゃない。ここも背景が1つだけ濃いんだ。あ、なんか簡単になってきてない。まあクリア率が 3% で、今までのより結構簡単だったからさ、ここも1つだけ背景が違うね。ワンチャンこれでクリアできる可能性あるかもしれない。次はラストでしょ。次はどこだ。左から2番目か。背景が違う。
最後ギリギリだったね。でこれね、真ん中行けばゴールなんだけど、右左なんか最後にもう一回だけ遊べるみたいなんですよ。なんでちょっと右行ってみようか。そしたら間違い探しがまだできるみたいなんで、こん中から間違い探しを探ってみたいな。まあ左から2番目1つだけ長さが違ったね。これでゴールができるとそういうことだと思います。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、超危険な位置の位置9ということで、説明文にですね、クリボーとのこの子はいませんって書いてるんだけど、この方のコース前にもやったことがあって、位置の位置のコースで無限に何かを振らせてくるようなコースが多いんですよね。ということで今回は何を振らせてくるのか、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.66%。 でこれオートスクロールだからさ、急いでいけないんだよね。それがめちゃめちゃまだろっこしいの。さあまず最初にね、スターフラワー、そしてネットをくれるのはありがたいんだけど、何が降ってくるんかな。いやもう無理、もう無理、やめていいかな。こいつらファイヤー効かんやん。いやこれちょっと難しいんじゃないかな。いやしかもカオスすぎだし、うるさすぎだしさ、これもう無理。いやとりあえずこの帽子マジで大事にしたいよね。もうなくなったけど、いやファイヤーが効かないから、ファイヤーの意味よ。まあまあ2回当たれるっていうだけでめちゃめちゃありがたいんだけど、いや一旦さえここ当たっておこうか。当たってここでファイヤーを取る。いやこれだね。そしてこの辺スターじゃなかったっけ。このスター待ってほしい。キャーおーやめてね。もうやばいよね、見た目がマジでカオスすぎ。そしてうるさいからさ、ゲーム音消しておくかもしんない。でこの辺でもなんかアイテム、いや設置してないか。確かこの右下に確かスターがあったんだよね、前回も。やっぱりあったか。とりあえずこれで安全なんだけど、このままゴールできる気がしねえな、このチビ状態でさ。いや奇跡が起きるかもしんない。頼む、長いんだよ。語彙力なくしてしまうよこのコース。もうほとんどの実況者の方してもさ、もうみんなやばいやばいしか絶対出てこないようなコースだと思うこれ。いやこれめっちゃいいんじゃない。いやめちゃめちゃいいよね、このファイヤーフラワー状態でスターを手に入れたのはめちゃめちゃでかいと思う。さあこれでクリア本当にできるんじゃないのか。頼む、もういけいけいけ、そのままもうゴールまで突っ切ってくれ。この辺に隠れておこうか。いや意味ねえだ。やべえ、このキノコ状態でスターが欲しい。熱い、激アップ、頼む、この状態だったらクリアできねえでしょ。もうちょっとだ、頑張れマリン、最後がつきもんだぞ。やべえ、チリ状態になった。頼む、もうゴールへの階段があるよね。あ、なんか少なくなったね。あ、こっから先はもう降らないっていう感じなんじゃないかな。やったぜ。どうもありがとうございました。いやー今のマジでめちゃめちゃ疲れたね。でも見て、最速取れました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、これでラストしようかな。ザ・グレート・グンボ・ファウンテインって書いてるんですけど、全く意味が分かんないね。まあグンボって書いてるからクリボーのことなんじゃないかなと思うんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.64%。 このコースはランキングにあって適当に選んだやつだから、マジで何の予想もつかないね。どんなコースなんだろう。うわ全然、なんこれ、ええ、なんこれ上のメット取ればいいの。なんかめっちゃクリボーが湧いてきてるけど、え、さっきさ上からあんなにメガクンボ降ってきたのに、今度は下からクリボーが大量に降ってくるみたいな、そういう感じ。いやまあまあでもそげん難しくないんじゃないかな。そしてこのガボンを倒してこのブランコに乗っていくと、いやこれ、いやだるい。正直だるくないこのコス。あーこれ一応下には落ちないのね。そしてこれピンコイン集める必要あるっぽいな。上、右上のハテナブロックを叩けばいいのか。いけるかな。いやーいけたいけた。そしてこの右のハテナブロックを叩いたらどうなる。右のブロックが開けんじゃないのか、やっぱりね。そしてこの門番を倒せっていう感じ。あー多分そんな感じだね。いや結構いいペースで進んでる。最後の最後にいい感じなんじゃないの。ちょっと今噛みそうになったね。ここ、オッケー。そして、飛びたいんだー。
だけどもう分かったね、あのリフトに乗って戻ってこいっていうことなんじゃないかな。なんでこのクリも踏むでしょ、そしてもう一回踏んで戻る、そしてまた踏んで右に行けみたいな、ちょっとタイミングが難しいけど無事行けました。そしてさ、さっきからこれクリボクリボ言ってるけど、この子クリボンだったね。そして次はこのオープン乗ってどうすればいいんだい。ゴールビューだ、やっとー。なるほどね、あのクリボンにタイミングよく乗れっていうことか。ちょっと待ってね、タイミング測るわ。ビヨーンビヨーンビヨーン、オッケー、次で行こう。ここか、あ、ここさ、ネットかぶってたらこの鍵の穴入れたんだろうね。まあ、多分入っても一気アップの部屋だと思うんですよ。なんで今日は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。というとでも思ったか僕が、次こそあの鍵の穴きっちりと入ってみせるよ。ここだー、やったそしてこの右に行けばなんかの扉に入れるんでしょ。何があるこの部屋は。なあ、しょうもないもんだったら僕怒ってしまうよ。あ、右に行けるね、危な、今やられるところじゃなかった。この下に行けばフラワーになって、え、何があるの、何もできないよ。あ、いや、めっちゃめっちゃ今、え、何ちょ、入れないんだけど、え、なんだろう。うわ、どっち行く、上行ってみる、土管なのかな、え、これだけもしかしてこれ見せられただけで僕はめちゃめちゃ頑張ったの。いや、この土管の先に何かあることを期待しよう。何もないのか。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。